ついに韓国現地オフライン大会に日本の選手が出場。エターナルリターン日本勢が応援してきたチーム松竹梅が今回韓国釜山国際交流戦で日本勢の力をお見せします。日本のプレイヤーの中で唯一2022年エターナルリターンマスターズ準堂々と5位を記録したこの男、エターナルリターン日本一松牧田選手の率いる日本の松竹梅チーム。前回のソロ大会では盆栽という特徴的な姿でしか出会えませんでしたが、正式サービス後チームの仲間と一緒に韓国で参戦します。チームメンバーは日本でチーム戦の解説を長く続けていただいたゼクリップ選手と、今回の大会のために新しく仲間入りしたアキシタ選手。果たして韓国ではどんな姿を見せてくれるのか、ぜひお楽しみください。松竹梅の活躍をお見逃しなく。12月9日の午後14時、さまざまな国家のエターナルリターン代表チームが戦い合う国際交流戦、配信先はエターナルリターン公式ツイッチで皆様をお待ちしております。